天皇、皇后両陛下は14日昼、国民文化祭と全国障害者芸術、文化祭に出席するため、新幹線で岐阜県に入られた。両陛下は岐阜橋島駅で出迎えの人々に笑顔で応えていた。両陛下は14日午後、岐阜市の岐阜メモリアルセンターである国民文化祭と全国障害者芸術、文化祭の開会式に出席し、天皇陛下がお言葉を述べる。 翌15日の午前中は岐阜市の岐阜木遊館で子供たちが木のおもちゃで遊ぶ様子を見学するほか岐阜清流文化プラザを訪れて芸術作品を制作している障害者らと交流する午後は見ヶ原市の岐阜見ヶ原航空宇宙博物館で宇宙飛行士の山崎直子さんの案内で国際宇宙ステーションの実験と希望の模型などを見学した後帰郷する 赤島博之